Welcome to ThinkTech Hawaii. Konnichiwa Hawaii, a Japanese language broadcast streaming live from downtown Honolulu and available on YouTube. I'm your host, Yukari Kunisue, and joining me today in the studio is Pastor Seki. He's a Christian, Honolulu Christian Church pastor, and he has a very interesting background as a sous chef and former gangster.皆さん、こんにちは。ホノルルのダウンタウンから ThinkTech Hawaii が日本語でお届けしています。こんにちは、ハワイ。ホストの国瀬ゆかりです。今日の放送はユニークな背景をお持ちで、現在ホノルルキリスト教会で日本人牧師としてご活躍中の関真嗣さんにお話を伺います。関先生、お忙しいところありがとうございました。こんにちは、よろしくお願いします、はい、はい、楽しみにしております、はい、今紹介させていただいたんですけれど、はい、大変ユニークな背景をお持ちということで、はい、なんかいろいろこうカテゴリーがあるんですね。そうですね、はい、そうですね。で、私間違えちゃったんですけど、なんでしたっけ、チンピラと、ね、チンピラチンピラと、それからギャングスターとギャングスターといろいろ違いがあるんですね、まあ、そうですね、はい、だからそのヤンキーってよく言いますけど、ヤンキーって言うんですか、うん、いや僕の時代には突っ張りとかね、突っ張りそんなこと言ってましたよね。こういうリーゼントとか、そうそう、リーゼントの時代、はい、リーゼントに反り込み、はい、パンチパーマっていう、はい、そんな時代ですよ ね、はい、そういうのしてらっしゃったんですか、うんうん、で一応基本的にはまず反り込みから始まるんですよね、はい、反り込みって何ですか。だから一生懸命ここを反ってね、ここを反る、そう、はい、でそのほらそういうこういう感じの髪型にするわけですよ。自分でやるんですか、あれは床屋さんってやるんですか。で反るとあの青くなるでしょ、また生えてくるから、はい、かっこ悪いから一生懸命こう抜いて、はい、抜いてこう、ね、自分で抜くやって、今こんななっちゃってねなんであの時抜いたんだろうなっていうなんかどういう意味があったのかなって今になったら思うんですけどね。あと、女性が眉毛抜きますけど、その時はこの辺抜いてたんですね、はいはい、でそれはどういうカテゴリーのことをやってらっしゃったんですか。結局まあ、はい、その中学生高校生ぐらいで一生懸命突っ張って、僕の時代には女性をほらあのスカートの長い時代ですよ、はいはい、いわゆるスケバンと呼ばれて、なるほど、なんか古い言葉が、ね、スケバン、はい、皆さん覚えてますか。男はあのほらボンタンとかズンドとか、はい、太いズボンを履いたりとか、はい、学ランでね、はい、そういう時代ですよ。でじゃあ中学生ぐらいの時から、うん、ちょっとそういう、そうですね、こういう感じになっていって、中学2年生でデビューしたっていう感じです、ね、デビューをされた、デビューしたっていう、どういうデビューするんですか。そうですね、まあ、ちょ隣の中学校からすごい悪いやつが、はい、まあ、飛ばされてきたんですよ、はいはい、同じクラスになって、うん、で僕はバレーボール部だったんだけども、はい、同じなぜかバレー部に入ってきて、はい、で彼と仲良くなって、はい、でなんかこうそんな感じになってっちゃったんですよね。友達にちょっと影響されたみたいなところがあったんですね、うん、そうですね、はい、で高校生の時もちょっとそういう、うん、感じだったんですか。そうですね、そうですね、うん、で、はい、ずっとそれが続いちゃったんですか。そのヤンキーっていうのは何なんですか。僕はその、まあ、周りの、ね、ヤンキー仲間が、はい、スパリ仲間がいるけども、はい、絶対ヤクザがスカウトに来るわけですよね。将来のほら構成員として取り込もうと来るわけですよね、はい、で奢ってくれたりとか、はいはい、飲みに連れてってくれたりとかね、可愛がってくれるわけですよ、うんうん、で仲間なんかは何人かはヤクザの事務所に出入りするようになって、はい、本当にヤクザになっちゃったのもいるけども、はい、まあ、大体そこら辺で引き返してくるのが多いんですよね。それはそのじゃあ、うん、ヤクザではなくてヤクザのこう予備軍みたいな、うん、そうそう、予備軍みたいな、ね、チンピラみたいな感じですかね。でしたね当時はね、グレン隊、はい、また懐かしい言葉が出ておりますけど、はい、じゃあそのリクルートに来てそうリクルートされちゃったんですか。そう、まあ、リクルートっていうか、まあ、まあ可愛がってもらってね、でこっちも調子に乗ってね、何々さんの知り合いだみたいなことを言ったりなんかしてね、はいはい、だけどやっぱりね自分もね、うん、ここから先は進めないなってで僕気が小さいもんだからね、ヤクザにはなれないなっていう、はい、だからそこら辺でちょっとね、はい、その時にね一回ね喧嘩をしたんですね。喧嘩をした、ま、街を歩いていたら、はい、それがだからね16歳ぐらいだったと思うんですけど、うんうん、あの街を歩いてたら向こう3人組ですよ、はい、目と目があって、はい、僕もね目つきがガンつけたって言うんですね。そうそう、ガンつけちゃったわけですよ、はい、でそこでまあ喧嘩になって、はい、それでその3対1でこれはまずいなと思ったんだけど、はい、こっちは1人だったんですね。そうそう、逃げるわけにもいかないからね、はい、でその裏の方に行ったらね、そこにねちょうどね線路の、ね、枕木がいっぱい積んであったの、はい、今でも忘れない、はい、東京のね西武池袋線、はい、清瀬駅の裏、清瀬駅の裏で裏、はい、そこにねその枕木があった、はい、3人がその枕木を持った瞬間にあこれはもうダメだと、はい、あとはもうめった打ち、はい、されちゃったんですか。ボコボコで、もう足の骨も割られてね、
これでもうその、はい、もうダメだっていうところで警察が来て、で助かって救急車で運ばれてったっていう感じなんですけど、その時に初めてね、喧嘩したら痛いんだって気づいたんですよ。痛いんだって気がついたそうです。それは枕木でポコポコ打たれればそれで、ね、痛いですよ。それは何やってるんだと、こんなことやってもしょうがないと、はい、そっからねサーファーに転向したわけ。サーファーになった、うんうん、はい、当時ねそういうコースが入ってた、ちょっと思い切りが良かったんですね。なぜかねヤンキーが突っ張りがね、はい、なんかそれをやめるとサーファーになるっていうなんかコースがあったんですよ。なるほど。だからね、なんか知んないけどね、今までパンチマーだったパーマだったのが、はい、いきなり髪の毛をこう可愛い髪型なんかしてね、はい、やたら目つきの悪いサーファーがいっぱいいました、ね。なるほど。じゃあそのチンピラ呼ぶ、ね、ヤクザ予備軍が今度はちょっと方向が変わってサーファーになった、うん、はい、はい、それから それでそのまあ、高校はね、うん、あまり行った記憶もないんだけど、とにかくこんなやつは高校に置いておけないってことに出してくれたんですよ、はい。それで高校にいた時、高校生の時からそのコックになりたかったのでね、あ、お料理が好きだった、うんうん、はい、だからそのもう修行に入ってたわけですよ。なるほど。で卒業と同時に、うん、その日本にある東京の日暮里というところにある中国料理屋の店で修行をそのまま始めて、はい、中華料理を作っていた、そうやつですよ。こういうやつですね、うん、はいはい。それで、はい、でも自分はねその時にこの一回の料理人で終わるつもりはないとかで嘘吹いててね、うん、で当時読んでたのは成功本、山ほど抱えて、はい、ナポレオンヒルとかね、カーネギーとかね、はい、マーフィー博士の100の成功則、ね、その成功本ってやつをいっぱい抱えて、うん、俺は絶対に成功するんだって、うん、矢沢永吉に憧れてね、俺は成り上がるんだと、成り上がる、うん、でそんな時に、はい、19の終わり、ほぼ20歳の時に、はい、アメリカのレストランから、はい、職人は探していると、働きに来ないかという話が来たんですよ、はい、そこでアメリカとくっついた、もう一発返事です、はい、アメリカンドリーム行きますっていう感じですね。ビバリーヒルズのベンツに何かわけのわかんないこと言って、はい、一旗あげるぞって言って、英語はできたんですか、その時は。英語、私はね、うん、自慢じゃないけどね、はい、高校生の中でね、英語だけはね、一番だったんですよ。すごいですね。その時まだチンピラのなんか終わった後ぐらいで、そうです、英語だけは勉強していた、ね、英語だけ一番、下から数えてね、うん、下から数えて一番だそうです。でもね、はい、上でも下でもね、一番ってなかなかなれるもんじゃないんです。その通りで です皆さんやるからには一番それで、ね、はい、当時ね1984年なんですよね。1984年、うん、ではい、チャイナエアラインが羽田から出てたんですよ、国際線唯一、はい、羽田からサンフランシスコに行ったの、うん、でサンホゼ その日本食料理屋で僕はそう働くために行ったんですけど、カリフォルニアです ね、 そうですね、カリフォルニアに行かれた、はい、そこで何年ぐらい、うん、そこでね4年弱いました。はい、その時は何を作ってたんですか、うん、中華料理だったんですか。あ、その時はね日本食、本当はそこでね変わるのは良くないんですけどね、はい、だけども自分はまあ将来的にはなんか、まあ、一発当てたいみたいな、うん、そんなナポレオンヒルですからね、そっちの方が勝ってて、はい、まあこれはいいやってことでコックに入って、なるほど、だから天ぷら揚げたりとか、うん、もう最後寿司場に立ってね、なるほど、寿司なんか握ってたわけですよね、はい、寿司職人もされたということですね。ちょっと手つきがいいと思います、見ました、はい、今でもね子供たちの誕生日にはね、はい、家の中に寿司場作って僕が寿司を握る、いいですね、もうこれですからね皆さん、はい、今の YouTube 見ながらねイメージトレーニングは欠かせないの、なるほど、ね、あ、じゃあこう忘れないようにと、なるほど、はい、じゃあそういったそのいろいろな経験をされて、はい、ね、紆余曲折な、はい、で、ね、牧師さんになってしまった、なんで牧師になったのかってね、はい、そこをぜひ、ね、聞いてみたい、皆さんも興味がおありになると思いますが、一番驚いてるのは自分なんですけども、はい、やっぱり驚いてらっしゃる、はい、でその働いたところのオーナーが、まあ、クリスチャンだったんですよね、はい、で近くのいわゆる日本人教会に通ってて、はい、うん、で僕はそのオーナーの家に居候したので、日曜日に教会に連れて行かれたと、はい、それはサンホゼのお話ですね、はい、そうです、なるほどなるほど、はい、でも、はいはい、でも実はですね、はい、ちょっと話がややこしくてですね、はい、自分の両親はね、まあ、クリスチャンだったんですよね、あ、そうなんですね、うん、じゃあもともと素養というか背景があった、うんうん、だけどね、うん、あんまりね、あれ大きな声言いたくないんですけど、はい、そのクリスチャンだったんだけども、まあ、離婚してしまったわけ、逆にね、はい、こう危機的な状況になった夫婦がクリスチャンになって良くなったって話はとても言いたいんだけど、はい、うんね、うん、逆だったんですよ、うん、だからでもそれは大事な一つの背景の一部ですよね、うん、そうなんですよね、はい、それをこう両親の争う姿をずっと小さい時見て育ったものだから、うん、このキリスト教というものが世の中で一番嫌いなものだった、うん、一番嫌いだった、嫌いだった、だから、はい、もうそのクリスチャンとか教会っていうのも偽善者の集まりだみたいな、はい、教会に両親行ってるけども、うん、実際に家の中でこうじゃないかと、うん、喧嘩ばかりして離婚していったと、うん、だからそれを見て、うん、もうキリスト教っていうのはもう最悪の宗教だっていうふうに思って、うん、はい、
はい、だからマイナスなイメージ的には本当マイナス。マイナスだった。うん、でもサンホセに行って、うん、その方の居候してたお宅の方のとは行ってみようかなと思ったんですか。いやだからそれだけは行きたくなかったわけ。はい、教会にだけは。はい、でもね気の小さいのがねその時には幸いしたんですよね。はい、で断れない、なんかノーと言えないっていう。ノーと言えない僕。で言ったら何か日本に返されるんじゃないかと。なるほど、ここにいたい。そう。はい、だから仕方なくいやいや。もうノーと言えずに行ったわけですよ。大嫌いなキリスト教ではあっても行くかしょうがないと思って、はい、でも行って、はい、行ったら、まあ、小さい時にサンデースクール教会学校と行ったことがあったんですけどね、うんうん、はい、日曜学校ですね、うん、でそれ以来ずっともう毛嫌いして近寄んなかったんですけど、うん、改めてその教会に行ったら、うん、なんかみんな歓迎してくれるわけですよ、うん、よく来たよく来たと。そうそう、はい、日本からヤングボーイ来たって言ってね、はいはい、でちょうど戦後一世の方々が40代50代のね、油を乗り切った時でね、はい、こう苦労を重ねてこられて乗り越えてこられたところですよね、はいはいはい、日本から来た私をね、うん、本当に温かく受け入れてくださって、うん、私もなんか気持ちよくなっちゃってね、はい、いいかもこれっていう感じですかね。そう、でも英語の勉強にもなるし、はい、社交場なんだからみたいなことでね、自分の中で言い訳を持って、うん、まあ、教会には行くようになって、うん、で9月に行って、はい、その12月に洗礼を受けてクリスチャンの決心した。3ヶ月で、はい、当時インターネットなんかない時代だから、はい、あの見るもの聞くもの全部初めて、それでも何もかもアメリカがいいっていう時代ですよね。ステーキは食べられるし道は広いし、はいはい、アメリカに行ったらみんな外車じゃないかって思って、外車って言ってますか、すごいなって思って、それでも何もかも初めてだから、はい、で3ヶ月が3年ぐらいに本当に感じましたね。あ、じゃあその時にもういろんなものが取り入れられたみたいな感じですかね、はいはい、うん、でお仕事もしながら教会も行き始めたと。はい、でそこで温かく受け入れられた。そして、ね、この聖公本を読むと、うん、大体聖書の言葉がたくさん引用されてるし、はいはい、結構クリスチャニティが結構土台になってるとこあるんですよね。なるほどね、うん、そうなんですね。だからそれ読んでたら、はい、あ、自分もクリスチャンになって、うん、聖書を読んでそれを土台としていったら、うん、いい人間になれて、うん、で成功もできるんじゃないかと。まだ成功のあれも忘れていない。そうそうそう、はい、結構都合のいい感じでね。最初にクリスチャンになった理由っていうのは、はい、信じたら成功できるっていう。なるほど、そんな感じだったんですよ。でもそれはとってもこう若い男性にとってはすごくいいモチベーションですよね。そうですよね、はい、温かい気持ちになれる、うん、成功にもなんかつながるんじゃないかっていう気持ちがある、うん、そうですね。で、まあ、外国で一人暮らしを、まあ、しているような状態ですよね、うん、はい、そこで家族ができたみたいなところもあったんでしょうか。そうですね、やっぱりそうですね、はい、日本から来てね、はい、日本で一生懸命生きがってたわけですよ。うん、俺はどこどこのどこどこだみたいなね、うん、はいはい、だけどこっちに来たらね、何にもその、もう本当に何も、本当に井の中の蛙の屁みたいになって、そのそんな本当に屁ですよ、はい。で、パンチパーマが分かんないんですから、こっちの人たちは。パンチパーマって何？なんでこんな、パンチパーマ反り込みの美学が分からない。なんでこんな髪型してるんだって。その時まだそういう髪型してたんですね。ちょっと一度戻ったことがあるんです。一度、はい、はい。サーバーからまたパンチに戻ったことがあって。はい、とにかくだから日本で一生懸命生きがってね、はい、俺はこうだ、俺はどこどこの席だってね、はい、やってたことがこっちに来たら何一つ、はい、何の意味もなかったと。何の意味もないし、さすがに挫折しますよね。あ、もう言いながら恥ずかしいですけど。はい、いやでもとってもなんかこう可愛らしいって言っちゃ失礼ですけれど、ね、なんかそれが想像できますね。まあ、一生懸命生きてましたよね。一生懸命生きていらっしゃったと。一生懸命やってました、はい、そういう過去が終わりになって、そしてあの後半にですね、はい、じゃあ、はい、あのカリフォルニアにいらして、はい、じゃあどうしてハワイまでいらっしゃったのかなっていう話に続けさせていただきたいと思います。はい、はい、I think we're going to take a little short break here and we'll be right back。 お休みをいただきます。またお休みの後にですね、関先生のお話を続けてお聞きしたいと思います。We'll be right back. Aloha, I'm Cynthia Sinclair. And I'm Tim Apicella. We are hosts here at ThinkTech Hawaii, a digital media company serving the people of Hawaii. We provide a video platform for citizen journalists to raise public awareness in Hawaii. We are a Hawaii nonprofit that depends on the generosity of its supporters to keep on going. We'd be grateful if you go to thinktechhawaii.com and make a donation to support us now. Thanks so much. Hey, aloha. My name is Andrew Lanning. I'm the host of Security Matters Hawaii, airing every Wednesday here on Think Tech Hawaii, live from the studios. I'll bring you guests. I'll bring you information about the things in security that matter to keeping you safe, your coworkers safe, your family safe, to keep our community safe.
We want to teach you about those things in our industry that, you know, may be a little outside of your experience. So please join me, because security matters. Aloha. We're back. I'm your host, Yukari Kunisue, and this is Konnichiwa Hawaii. Talking with Pastor Shinji Seki, Japanese Christian pastor in Honolulu.ライブでお届けしております Think Tech Hawaii 日本語番組こんにちはハワイ。今日はホノルルのキリスト教会の牧師をされている関真嗣先生にお話を伺っています。それでは引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、いろいろなことがあって、はい、キリスト教に目覚め、たった3ヶ月で大嫌いだったキリスト教の、はい、洗礼を受けられたということですね。ちょっと今このキリスト教の、はい、ハワイのキリスト教のについてお話を聞きたいなと思うんですが、はい、今されている牧師さんをされているあの教会のなんていうんですか、メンバーさんっていうんですかね、はいはい、信者の方っていうのはどのくらいいらっしゃるんですか。はい、そうですね、あの例えば僕 の, あの使えているホノルルキリスト教会は英語部と日本語部があるんですね。はい、あ、英語の部分と日本語の部分がある教会。はいはい、で牧師も英語の牧師、日本語の牧師2人いて、でもともとね1932年に創立されてるんですね。はい、あ、だいぶ前ですね。はい、だ最初はこの移民してきた日本の方の日本人の教会だったんだけど、はいはい、その子どもたちが2世3世起こってきた時にやっぱり英語の礼拝も必要だということで英語部を作って、で英語の牧師も迎えてということは日本語の方が優秀があるわけですね。うん、そうなんです。古いわけですよね。そうなんです、はい、で全体でだから400人ぐらいじゃないですかね。300、400で日本語部が130ぐらい、はい、で残り200ちょっとが英語部っていう感じですね。っていうことは、うん、その日系人だけではないですよね。英語の部分は他の方もいらっしゃるわけですよね。はいはいはい、でもやっぱりねハワイだからなんだと思うんですけど、うん、ほとんど日系の方ですね。はい、あ、そうなんですね。うん、でも韓国系、チャイニーズ系、いろんな方も来てますけどね。まあ、ミックスの方もいっぱいいらっしゃいますね。はいはい、そうですね。で、その日本人、日本語でされる方、うん、関先生がお話になる相手の方っていうのは、うん、やっぱり日本語ですね。日本から来た日本人ですか。そうですね。ほとんどそうですね。うん、はい。で、もともと例えばその日本ではクリスチャンだった方がここに来て、うん、教会を探したら、うん、ああっていう、そうですね。そんな感じの方が多いですか。そうですね。で日本でクリスチャンで、すでにクリスチャンでハワイに移住して教会探して来られる方もいるし、うんうんはい、でもほとんどの方はハワイに住んでいて、はいはい、ここでクリスチャンになった方がの方が圧倒的に多いですね。そういう方もいるんですね。うんうんうん、はい、であの、どんな活動をされてるんですか。ね、まず毎週日曜日、はい、あの9時20分からの礼拝があって、9時20分からの礼拝があります、はいはい、これ休みってことは絶対ないので、はい、毎週日曜日必ず、ね、はいはい、あります。で昼間の礼拝に来れない方、お仕事とかでね、はいはいはい、その方のためには夜7時から同じ礼拝を同じ場所で、朝と夜の7時から礼拝をやってらっしゃる、はいはい、でやっぱりクリスチャンじゃないと礼拝っていうのはいけないんですか。うんうん、そんなこともなくてですね、はい、結局全ての人は最初はクリスチャンではないですからね。要はね、はい、生まれてクリスチャンで生まれる人っていないからね、どっかで自分が選ぶわけだから、ね、はい、なるほど。だから全ての人はクリスチャンでない時に教会に来る人が圧倒的にほとんどだから、はいはい、だからそういった意味ではもう全ての人ウェルカムでね、どんな人でも、なるほど、はい、じゃちょっとこう見に行ってみようかなみたいな方でもいいわけですね。そうですね、はい、うん、結構ね賛美歌が好きだとかね、あ、はい、ちょっと聖書に興味があるとかね、なるほど、だから日本人のコミュニティが欲しいとか、ね、うんうんうん、いろんな動機があるけども何でもいいですよね。はい、はい、うん、じゃあその最初に関先生がそのまあ連れられて行って、うん、はいはい、なんかこうファミリーがいるなみたいな感じで入って、はい、方なんかもいるという感じでしょうかね。そうですね、はい、じゃちょっと話を戻しますけれど、うん、はいはい、ここに来てクリスチャン教会に入って、うん、まあ、洗礼を受けられた、はい、でその洗礼を受けるっていうことと、牧師になるっていうのはやっぱりすごいステップアップですよね、そうですよね、っていうかジャンプですね、うん、それはどういう経歴が。ね、いや僕ねコックは好きだったんですよね、はい、とても好きで、あの充実してたんですけども、うん、ただねそのなんていうかな、このあの、うん、私がねそのルームを借りた家があって、その時ね、はいはいはい、でその家主さんがホストの人が、うん、あの人生いろんなことがあってね、かなりその辛い人生をこう歩んでこられて、はい、もう何回も自殺未遂をしてきたような、はい、10歳の一人娘がいたんだけど、はい、その一人娘がお母さんの貯めている薬を見つけては捨てるみたいな、まあ、そんな中にあったんだけども、はい、だけどもその方がまあクリスチャンになってイエス様を信じて、すごくこう変わっていったんですよね。
明るくなって生きる希望を持って、はい、その変化を目の当たりにしてた時に、はい、こういうなんていうかなことにも人生時間を使いたいなっていう思いも与えられたし、その方が信仰を得て、うん、はい、こう変わっていく様を見ていらした、はい、そう、そういうことですか。で、私と一緒に働いていた先輩が、はい、やっぱり牧師になる決心をして進学校に行ったりとか、その方もクックさんだ、はい、クックさんだった方、それを見て、あ、はい、こういう人生の選択もあるんだなっていうことを現実的にこう知ったんですよね、はいはい、あるいはある方があなたは将来牧師になる人だよみたいになんか言われたりとかね、言われちゃったんですか、うん、その時にはハッハッハッと笑って鳴らしたんですけどそんな考えたこともなかったから、でそんなことが意識し始めて、はい、あ、牧師になるという道もあるのかなって、でそう考えたら、そういう人を見ていたり、まあ、自分のことを考えた時でも、うん、あのコックもいいけども、美味しい料理を食べてもらって感動してもらうのも、うん、喜んでもらうのもいいけども、うん、だけどもこのなんかもっと人の人生に触れるような、うん、この神様の働きに自分の人生捧げることができたら素晴らしいなって、うん、だけど自分を見た時に牧師になんかなれないと思うわけですよ、うん、自分のほら性格とかなんかいろんなことパンチパーマもありましたし、そうそう、いや自分にはまさか無理だと、はい、でもなりたいなっていう思い、でも無理だって思う、ふつふつと出てきたわけですね。でなりたいでも無理だが葛藤して1年ぐらいずっと葛藤して祈ったんだけども、うん、はい、でも最後神様からこうコーリングを、神様の声を聞いてね、はい、で牧師になる決心をして、どんな声が聞こえてきたんですか、ね、聖書の中にね、うん、ヨハネの福音書ってあるんですけど、はい、そこでイエス様がね、弟子のペテロピーターに、うん、私の羊を養いなさいっていう呼びかけがあるんですよ、うん、でそれはペテロピーターに対して言われたんだけど、うん、その時には私にこう語られたような体験、うん、それが心にガッと響いてきた、はいはい、ガツンとね、はい、でこれは神様からのコーリング声だと私受け取って、うん、で決心をして、うん、だから教会が、うん、まあ、フルサポートしてくれて、はい、日本の神学校に入ることができたんですよね。じゃあ一度日本に帰られて勉強をされたと、はいはい、アメリカではなく、はいはい、それは進学校ってどのぐらい、何年ぐらい行かないといけない？それはね、4年。4年行かれた、うん、じゃあもうお寿司屋じゃなくて、はい、料理人としてはもうある程度やめて、ね、なっていたものを一度捨ててというか、はい、うん、はい、はい、諦めて、はい、一から出直して4年も行かれた、そうですね、うん、大体勉強したことなかったですからね、はあ、一から勉強して、高校の時一番でしたけどね、そう、一番でしたけどねそれで、はい、まあ、卒業して日本で牧師を、はい、結局12年したんですね。日本で牧師をされた、はいはい、で2005年に、うん、こっちの 日系人の教会から声かけていただいて、まあ、こっちに来ないかと、はい、でまあ、転任という形でこのホノルル教会にまた来たんですよね。でそれが何年前でいらっしゃったんですか？それは2005年だから14年前、14年前、もうそろそろ15年経つというような感じですね、はい、そうですね。で、あの、うん、日本で牧師をされていた時の、うん、そのこういろんなお話が来ますよね、うん、いろんな方からね、はい、信者の方、こちらで、はい、ハワイで牧師をされていて、うん、まあ、同じところもあると思うんですけど、うん、まあ、ハワイならではみたいな、うん、そうですね、そういう、こう問題を抱えていらっしゃるというのは、そうですね、いますか？はい、やっぱり家族の問題が一番ですね、圧倒的に家族の問題、夫婦そして子供、うん、はい、家族に関わる問題が圧倒的ですね、うんうん、あとは若い子たちに言えば、若い、はい、結婚する前のね、若い子たちで言えばやっぱり、はい、その自分の価値がわからない、はい、あるいは生きる意味がわからない、はい、そういう若い子たちはたくさん今まで出会いましたね。それは留学生とかそういう方たちですかね。留学生ですね、留学生、主に留学生ですね、うんうん、でその家族っていうことをやっぱりすごくずっと考えていらっしゃったわけですよね、関先生も。で自分の家庭もいろいろ問題があった家庭で、うんうん、はい、で、まあ、そのヤクザになり損ねたみたいなところも、うん、はい、ヤクザの人たちがこう、取り入れてくれて家族的な、はい、ね、あの取り扱いをしてくれて、はい、こちらでもそういうところがあった。そうですね、で家族っていうことをいつもテーマに持っていらっしゃったような感じが今お話を伺って思うんですけど、でそこでこう本もお書きになったということですが、あの家族に神の形を取り戻そうっていう本なんですけども、家族に神の形を取り戻そう、取り戻そうという、本来家族っていうのは神から与えられた、とても祝福された一つの単位ですよね、はい、でその家族が本当にあの愛と信頼で結ばれていたら、はい、本当に幸せなわけですよね、単純に、はいはい、だけどもそれがこう壊れていってしまうときに、はい、みんなすごく傷ついていく。なるほど、うん、私もその中で、はい、なぜ不良になったのかなとか、はい、なぜあんなにって思うと、はい、やっぱり結局は認められたい、で評価されたい、受け入れられたい、
そういう自分という存在をこう受け止めてほしいっていう、うん、その場所がなかったわけですよね。僕の場合家族の中に元々だった家族のところがそれがあった、うん、学校がある、はい、地域があるっていうのが、はい、家族がなかったっていうところですね、うん、じゃあこう、はい、見ていらっしゃる方にその本の話をもう少しどうやったらその本を探せるかちょっとお話ししていただいてよろしいですか、はい、その本はですね日本にお住まいの方は Amazon で検索していただいたら関真嗣とか神の家族に神の家族に神の形を取り戻そうって検索していただいたら Amazon でも買えると思います。ハワイにお住まいの方はホノルル教会に連絡をしていただいたら取り置きがありますのでお分けすることができます。その本に書いてあることは結局そのどうやったら子の子育てのこと夫婦のこと本当に家族を本来 の姿に取り戻すことができるのかということがそこに書いてあります。結局自分もそうだったんですけど、うん、結局認められたい自分の居場所が欲しい、はい、それは結局、まあ、愛されたいってことなんですよね。ですよね。で自分の人生のテーマも、はい、なぜ不良になったのかとか、はい、なぜあんなったのかこうなったのか、はい、やっぱり愛されたいからなんですよね、はい、愛されるために頑張って頑張って、うん、こう自分を認めてほしい自分はこれができる自分はこうなんだっていやだけどもそれは人の愛ってやっぱり完全じゃないから、うんうん、だから人に評価されたら嬉しいけど、うん、人にちょっとネガティブなこと言われたらガクンと落ち込んじゃったりして、うんね、はい、いつも人の評価に振り回されている自分がいました、うん、でもある時神様の愛を知ってね、うん、人の愛とは違う、うん、もう完全なもう無条件な絶対の愛があるんだと、はい、で自分がその神様の愛で愛されているんだっていうことに気づいた時に自分の人生が変わったんですよね。なるほど。とっても、ね、はい、心に響くお話だと思います。特に若い時にいろいろ苦労されて家族がない環境にいらっしゃってその紆余曲折を経てここにいらっしゃったと。でご本も書かれたという関先生です。もし皆さん機会があればホノルルにいらっしゃる方ハワイにいらっしゃる方はホノルルキリスト教会の方に行くと本を見せていただけるようです。また日本だとアマゾンでこの本を見ることができるということでありがとうございます。はい、そろそろじゃあお時間が来たようです。関先生本当に今日はどうもありがとうございました。はい、大変勉強になりました。ヤンキーとかいうのも覚えちゃいました。パンチパーマなんていう懐かしい言葉も、はい、聞きました。はい、OK, we are out of time. Pastor Seki, thank you very much for coming. And we are going to stay tuned. And we're going to have more Japanese shows.Thank you for watching. This is ThinkTech Hawaii. こんにちは、ハワイ。